はいどうも、なおちんです。さあ今日はマインクラフトレジェンズの発売日が発表されましたので見ていきましょう。マインクラフトレジェンズリリース日を発表。9月19日水曜日に複数のプラットフォームでリリース予定となってます。えー、あと3ヶ月ないね。2ヶ月半ぐらいで発売ですね。これは楽しみだ。時には期待することは本当に楽しいものです。 例えば、休みの日の前の夜に、次の日の冒険を夢見る時など。しかし、期待には終わりも必要です。そうでなければ、それはただの街になってしまうからです。近日発売予定のアクションストラテジー、言いにくいな、ストラテジーね。えどんなゲームなんでしょうかマインクラフトレジェンズをプレイすることを楽しみにしている皆さん。いつになったらプレイできるかお教えしましょうマインクラフトレジェンズのリリースは日本時間。 4月19日水曜日です。春だね。その日から皆さんはピグリンたちがもたらすネザーの侵食に対抗するヒーローになるのです。宝物と危険に満ちた鮮やかなオープンワールドを探検したり、オープンワールドっていうのが本当に嬉しいよね。かつての敵を仲間にしたり、かつての敵。まあ敵キャラが今回は仲間になってくれるんだろうね。新しいキャラクターと出会ったり、 味方と戦略を立てて凶暴なピグリンたちとの壮大な戦いに挑みましょうマルチプレイが可能なんですよ。これが本当にね、嬉しい。何人とマルチプレイできるか、それがちょっとね、気になるところですけども、まあ、8人とか、それぐらいでやられたら最高だね。マインクラフトレジェンズは、n i n t e n d Switch、PC、PlayStation、Xbox でリリース予定です。 まあ、ダンジョンズと変わりはないですね。どの機種でもできるみたいです。あと3ヶ月足らずで、マインクラフトレジェンズのオーバーワールドを駆け回れます。ついに、ピグリンたちに彼らの暴動が大間違いだったことを教えてあげられますね。教えてあげましょうしかし、その前に、ごく簡単な選択を迫られます。どちらのエディションにすべきかデラックスエディションとデラックススキンパック。あー。 ダンジョンズの時もあったよね。あのー、普通のスタンダードエディションとヒーローエディションだったかな。確かヒーローだったと思うんだけど、うん、マントがもらえたり、なんかそういうエディションがありましたもんね。それと一緒でしょ発売時には、マインクラフトレジェンズは2つのエディションがリリースされる予定です。1つは、5280円のゲーム本編のみのスタンダードエディション。あ、だね。 で、もう一つは、ゲーム本編と、デラックススキンパックがセットとしてお得に入手できる、6600円のデラックスエディションです。なるほどね。1400円ぐらい、えー、高くなるんだけども、えっ、ー、と、見た目が変わるだけだよね。性能は変わんないんだけども、まあ、見た目が変わる、えー、セット。まあ、どっちを買うかですよね。まあ、俺はデラックスを買うかなー。 デラックススキンパックではヒーロースキン1つ、マウントスキン4つ、マウントスキン、なんだろうマウントスキンあの、乗ってる馬かな馬のスキンかなそしてさらに発売後に入手可能となる追加のマウントスキン、はりマウントスキンなんだろうねえー、1つ手に入れることができます。デラックススキンパックは、は発売日に え、購入しなくても、別途1980円で購入することができる。ああ、でも、デラックスエディションで買った方が500円ぐらいはお得なんだね。なるほど。ただし、ゲーム本編とデラックススキンパックを別々に購入するよりも、最初からデラックスエディションを購入した方がお得ではあります。うーん、なるほどね。これはまあ、どっちでもいいっていう感じだな。 今後もこちらの公式サイトマインクラフト .net でマインクラフトレジェンズに関する記事を公開していく予定ですので来たる戦いに向けて準備をお手伝いしていきます。お願いします。これ見ていかないといけませんね。最新情報を見逃したくない方は公式サイトを定期的にチェックしましょう。そしてツイッターだね。ツイッターのフォローすることをお忘れなく。俺はフォローしてなかったんでフォローしました。はい。 えー、マインクラフトレジェンズが4月19日にリリースされましたら勇気と知恵を振り絞りかつての敵や新しい仲間たちを集めオーバーワールドを一つにするために旗を高く掲げましょうどんなゲームになるんだろうものすごく楽しみですはいということで今日はマインクラフトレジェンズの発売日が発表されましたので見てみました4月19日の水曜日 ですね。えっ、ー、と、新学期が始まってすぐぐらい、ということとなってます。まあ、俺ももちろん、えー、発売日からやります。まあ、それまではね、えー、ダンジョンズやっていきますし、えー、レジェンズ始まってからも、えー、ダンジョンズは定期的に出していこうと思います。はい、よろしくお願いします。では、また、えー、記事の公開などがありましたらば、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。 それではご視聴ありがとうございました